寺町三丁目十一番地は渡辺茂雄の児童文学作品である。1969年に福音館書店から単行本が発刊され、1976年には講談社文庫から文庫版が発刊された。いずれも総画は大田大八が手掛けている。関東に父に捧ぐと賢字がある。この作品は著者の故郷である。 静岡市を物体にした自伝的な物語である。検事に続いて、これは昭和10年頃の福山一家の物語です。とあるように、昭和初期に、かつての城下町である寺町三丁目十一番地で、写真や福地写真館を経営していた福山こと父、祐介を中心に、母、茂と八王三丁の子供たち。 積み込みのお手伝いと書生が暮らす日々が描かれている。また、昭和10年代が舞台となっている設定とは少々矛盾しているものの、1940年1月15日に静岡市で実際に起こった静岡大化についても触れている。福地家の大黒柱であり、天意無法な上に頑固一徹でありながらも、木の井祐介は昭和初期の良き父親像と言えるキャラクターであり、 大家族を支える主家も懐かしさを感じさせるキャラクターである。そのような彼らと9人の子供たちとの交流の描写から、一世代前の時代の家族の結びつきの強さや重さを感じることのできる作品である。後年、著者はこの作品について、12人の子供たちを厳しく育てながら、うちに優しさを秘め、時には抑えきれない愛情を武骨に表現した父に、 対する強くが書かせたものだと語っている。また、エレナ・エスティスの元気なもファット兄弟で描かれたモ・ファット家の物語が自身の子供時代と交差し、小学校6年生になりきって心を弾ませながら、この作品を書いたとも語っている。なお、著者はこの作品で1969年に厚生大臣賞を、1970年に産経児童出版文化賞を、 1980年にモービル児童文化賞を受賞した。1972年2月12日から3月25日の間、この作品を原作としたテレビドラマ、満員五令が NHK 少年ドラマシリーズで全7回にわたって放映された。写真屋を経営している父と母と9人の子供たちの生活が描かれた設定は原作と変わらないものの、 舞台を放映当時の1970年代の東京の下町へ変更したのをはじめ、登場人物の名前や原作にはない物語の進行など大幅な設定の変更があった。本作を収録したマスターテープは他の番組制作に使い回されたため、NHK には公式の映像が残っていない。ただし、タイムトラベラー最終回の後の予告編のみが現存している。 ありがとうございます。